新年明けましておめでとうございます。今日は1月の2日ということで富士山を見に来ました。今日登る山は足和田山です。足和田山だ。はい、よく言えました。さっぱり言えてないけどね。じゃあ早速行ってみます、はい、それじゃあレッツゴー。まずは紅葉台に行きます。これ駐車場じゃない？あれ、早速間違えてる。なんかさっきの人さ、普通に左ですって言って上行ったよ。こちらです。あ、そうなの、はいはい。あ、あそこ紅葉台、ほら書いてあるじゃん。新年早々、ほんと何も変わってねえんだからもう。最初は、全然急登ではないけど、坂をずっと上がっていくんだね。ねえ。あ、なんでお前は松ぼっくり投げてんだよ、早速。今年もろくなことし、あぶれ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 、手泥だらけじゃん。お前よけ、あれいない、あ、いる、あそこ。お前なんか持ってねえだろうな。俺持ってる。俺持ってるじゃねえ。マメどうした、転んだか。おー、富士山が大きくいっていって、あ、いいよ、今年もよろしくね。お前この前いてきて、おめえらおめえら、ほんとにほらほら。はい、登山開始10分。紅葉、あ、頂上紅葉台って書いてあるね。紅葉台の名前の通りさ、紅葉のシーズンはこれすごい綺麗だよ。どれ？あ、本当だ。ここだよ、ここ、ほら。うわ、綺麗じゃん。富士八景紅葉台って書いてあるよ。10月から11月にかけて。場所の由来になった紅葉が富士山麓を彩りに包みます。だから紅葉台なんだね。うん、全然そういうの興味ないよね、この子。本当に何、あれが山頂。そう、あれが本当の山頂。あれ一番気取ってる。そう、何攻撃玉だ。あいつろくなこと言ってねえな、本当に。はい、紅葉台を出発して、次は三高台方面に行きます。3つの湖が見えるから三高台と呼びます。何湖なの？何湖なの？庄司湖と西湖と本栖湖。本当？うん、多分そうだな。この3つで合ってる。はい、登山部の一番悪ガキが登場してまいりました。鳥がちょっとバカ、1ヶ月早えっつん。行きまーす。節分楽しみだね。何が節分楽しみだね。本当いつもぶつけられてばっかりで、本当に痛くてしょうがないんだ。何やおめえも何やってはい、紅葉台の駐車場から20分、左にはずっと西湖が見えていて、後ろにはカメラだから映らないけど、ずっと富士山が映ってます。さあ、もう一個階段を上がって、ちょっとポコッとなってるから、なんか建物も見えるし、あそこが三高台なのかな。展望台に行きます。うん、展望台だね。ほら、紅葉台ってかすかに見えない。あ、なるほどね。紅葉台の駐車場ってここもあるんだね。書いてあるよ、ほら、西湖、庄司湖、本栖湖と囲んで青木ヶ原樹海が見える。だから正解だ。行ってみる。ね、行ってみようぜ、展望台。おはようございます。失礼します。なるほどね。見える方向で湖水とか、あ、面白い、山とか樹海がわかる。
樹海の説明もあります。 ありがとうございます。いいね、後ろ向いて樹海だよ、ね、みんな見てきて。 OK、うん、行ってきます。はい、お邪魔します。パパやば、何か何かやば、あ、すげえや、これは確かに展望台だわ。あ、ここはね、登った方がいいや。これすごいね。ああ、これすごい。わーい、やっはー、すごいね。赤石岳とかさ、全部アルプスがすごいはっきり見えるね。三つ峠って登んなかった？階段や、あそこ、あの山、大室山って書いてあるね。面白いね。できた。すごいね。やっはー、まめちゃんの声届く？俺もやってみよう。はやと、こうから。やっはー、ハトやあれ龍ヶ岳、湖の、そう、なんか山頂がちょっと黄緑っぽくなってる山。いや、ここいいね、うん、すごいすごい、うん、また来たみたい。ここ本当山頂です。違うだろ。ここめちゃくちゃ綺麗だね。いや、こんなとこないよ、ね、いや、びっくりした、本当に。みんな有料だっつって3個台行っちゃうんだけど、ああ3個台なんてもんじゃなくいいよ。じゃない、めっちゃくちゃ良かった。みんなの猫は乗せるとかなんてみんなが言う。インターネット、インターネットだ、はい、Google とかなんとかっていうのは乗せていいかとかって言ってる、乗せて乗せてって言ってるとこ住めるかちゃうもん。あら、 YouTube に乗るんで、今度動画で、あ、ありがとう、動画で乗りますんで。ありがとう、お願いします。嬉しい、よかったね、嬉しかった、本当に来る人が増えるし、すごい、みんなに見てほしい、ね、みんなに見てほしいよね。すごいよ、俺だけは良かったよね。うん、でも俺だけは分かんなくてな、ね、じゃあ一応3個台まで行くか。見てきて、比べて、あ、やっぱりここ良かったみたい。うん、OK、 見てきて、どうもありがとうございました。ありがとう。さあ次3個台に行くけど、あれ1、2、あつどこ行ったんだよ。え、親熊、子熊はどこ行った、うん、ん、何やってんだお前、ふんじゃないよお前、本当に。なんでそんなとこ隠れてんだよ。もうちゃんとあれだね、よかったじゃん、あれ、チーズありがとうございましたって言ってる、聞こえたよ、ね、え、はい、ちょうど登山開始してから1時間、紅葉台の展望台でだいぶ遊びました。三高台よりもあのおばちゃんはこっちの方が綺麗って言うから、うん、どんな感じか、そうだな、一応行ってみよう。そうだね、今日の山はナイスチョイスだね、うん、ねー、そうだね、うん、ちゃんと登山計画考えてきてる、考えてきてるのね、はい。そうだね、一番最初だけだもんね、間違えたのね。そう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 、うん、ちょっとあれは愛嬌よ、愛嬌、愛嬌ね、うん、ほんとさ、登山というよりはハイキングコースだわこれ。気持ちいい、うん、足技山が右、いで五甲台、あ、奥がで三甲台、あ、三甲台がもうそこなんだ、あれってさ、標識かな、そうだそうだ、はい、さっきの紅葉台の展望台から10分ぐらい、三甲台に到着です。着いたね、うん、さあ三甲台からの景色はどうでしょう。標高1202メートルです。では景色を、ディティリー、ルアルプスです、はい、最後から、これすごいね、ここも南アルプスって書いてある、では書いてあるけど、確かに綺麗
で後ろも富士山はいるけど、うんうん、確かにあのおばちゃんの言う通り、うん、展望台買うのが楽だわ、うん、おばちゃん見てる展望台買ったよ最古代の展望台の方がいい最古代ここだよ間違えちゃったひどいさっき紅葉台のさ、あ、びっくりしたはい次は今日の一応目的地かな足和田山に行きます、はい、足和田山まであと 2.6 キロ50分ですここにも変な枝がいるぞこれヨホホホーヨホホホーっていう、うん、テーマ曲があるのこれにはあ、そうなの。はい、三古代から10分ちょっと。五古代の看板が出てきたので、こっちから行っちゃえばいいのかな。出てきます。はい、三古代を出てから30分。ちょうど平ら道に来たね。あとここはまあ疲れないよね。うん、前の山。ね、前に映ってるのが足和田山になります。よし、これ登ったら多分山頂だろ。じゃあ、ヒロとハヤト、そっち頼むよ。あ、豆どっち行くの？はい、わ、マジですげえな。階段の方行くんだ。じゃあ最後観光で。あ、じゃあ最後3人でな、頼むよ。うん、そうじゃない。見えて見えた。合流合流。転ぶぞ、そんな必死。次は分かれ道で、今度は自分が階段の方行きます。バイバイ。バイバイ。ゴールじゃない。もう一個ね、上登ったらかな。同じようなのがいっぱいあるね。こう行って、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 こう行って感じだね。さあ、ここで次登ったら多分山頂だよ。じゃあ俺はまっすぐ行きます。はい、ちょうど三古台を出てから50分ぐらいです。おー、足和田山。山頂見える。あと300メートルだって。あと300メートル。パパ。30メートルだって。そうね。嘘ついたね。あと300メートル。さあじゃあうちら。あ、30メートル先に行っちゃいましょう。湖が出てきた、すごい。ここは五湖台って言われてるからね、五湖の湖が全部見えるって意味だよね。あ、ちょうどあそこに五湖台っていう看板が出てきました。はい、足和田山、こっちがかわいい看板。はい、山梨百名山の足和田山山頂に到着です。ちょうど三古台から50分です。標高が1355メートルです。はい、ゴールでーす。ゴールでーす。到着です。いいでしょ。もう少しゴール。これが河口湖で、さっきのが西湖で、それで山中湖が本当に終わったんだ。どれが？あれ。あ、どれどれ。あ、あそこにね、そうだね、あの本栖湖と龍ヶ岳が見えてるね。どれが山中湖なんだろうね。そうじゃない、違うね。あれはもうどう考えても本栖湖だね。うん、あれ小事故だっけ。あれどっちだ。あれ西湖入ってきた。夫婦。いやいやいや、あそこだってあれが、なんで、龍ヶ岳なんだからさ。うわ、富士山すごいね、これ。あそこ本栖湖だよ。本栖湖だよね。うん。じゃあ合ってる。小人湖は見えなかったもん、あっちからも。かわいいね、その小人湖っていう。小人湖なのか。うん、小人湖でいいと思うよ。はい、山頂でも遊んで、ご飯も食べたので、うん、来た道をそのまま、ピストンで下山しまーす。よかったもんね。おー、よかったよかった。早いよ、多分。さあ、何分で行けるか。ゴー。ゴー。はい、山頂から5分。こんな感じで富士山が山頂からも綺麗に見えました。やっぱりここの山は本当に
散歩コースでいいね。地元の人もみんな優しくて楽しい時間でした。先ほどはどうも。三高台行ってきたけどね、やっぱここのがすごい。あ、さっきここは置いてあったでしょ。そうゆっくり行ったじゃん。ゆっくり三高台まで行って石和田の上でご飯食べて。あ、なんだ、さっきまで行ってきたんだ。あ、やっぱりね、ここ一番綺麗。頂上へ行くからもうここはいいとかってスルーして頂上行く人多いんだけど、いやいや、そんなことない。やっぱし、あの、ダントツいいよね。ダントツ、それ富士山の裾野の広がりをみんな、そう、足元からザーッと障害物だから、これが一番いいよね。すごい綺麗。で、しかもほら、車で来れるの知らなくて、ここまで。え、ね、まあ、うちら登山だからどうせ歩くんですけど。ああ、そうか、そうか。うん。今日は何、その下のレストハウス？そう。レストハウスのうちじゃん。あれ、レストハウスの駐車場の。そう、そう。あれも駐車場。あら、そうなの？そう、ドライブイン、そう。ドライブインさんはね、自分の駐車場、キャンプ場にしてある。へぇ、こっち富士山側で。ドライブインさんの真ん前がうちの駐車場で、そうそうそう、うちの菅天地も、また来ますんで、またね、今度もみじの、もみじ狩りに来て、もみじ狩りね、そこに置いて遊歩道登って、今度下通りってごらん、来年だ、わかりました。うんうん、またちょこちょこ来ますんで、はい、今日はありがとうございました。はい、楽しかったです。はい、ありがとうございます。失礼します。いいね、楽しかったね。いいじゃん。また来まーす。今日は朝夜、次はさ、夜さ、あそこ止めてさ、いいね、あの、あそこ、ここ御用達にしよう、御用達に。何それ、御用達っていつも使う。レストハウス駐車場まで帰ってきました。帰ってきました。帰ってきました。もうまた思う。ここからもみじ台の展望台まで行って、そこから三高台っていうところまで行って、そこから足和田山まで行って、そのままピストンで帰ってくるコースでした。山頂ないの？山頂あったでしょ。合計の時間は5時間でした。で、ここの良かったところはもうほとんど最初から最後までずっと富士山を見ながら、あの、歩けるので、登山初心者の人とかでも十分楽しめるんじゃないかなっていう感じだね。まあ、こっちも見える。今後ろにも実は見えてます。でも、そう、展望台のね、景色はね、おばちゃん言う通り本当に綺麗で、すごく良かった。南アルプス見えた。なので、ぜひあそこまでは車でも行けるので行ってみるのをおすすめします。新年一発目のお散歩でした。それじゃあ。散歩じゃないよ、お散歩だ。あ、お散歩。失礼しました。はい、じゃあ、でしたね。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いします。また見てね、バイバーイ。チャンネル登録をしましょう。そう、この駐車場の売店は山頂になります。ここにはありません。面白いね、この駐車場をお借りして、さっき展望台でおばちゃんにお礼言ってました。本当は書いてあるじゃん。ここの売店は徒歩30分のところにあります。車では7分ね。なるほど。